どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室カズレレのカズでございます。今日は素晴らしいご案内をしたいと思います。はい、ゲストは、Gラボのデザイナー青山さんでございます。こんにちは。今日はなんで青山さんがここにいるかというと、ここちょっと今日この場所が大事なんですけど、まず最初に大事なことを言うとですね、2024年11月11日、はい、こちらのですね、場所でですね、毎年恒例のガズレレの日のイベント開催決定なんです。さあちょっとここ見てください。はい、ここ読めますか。はい、大須演芸場です。その上の提灯とか、ここ何かというとちょっと説明してくださいよ。ここはですね、名古屋でというか、はい、東海で唯一の寄席ですね。寄席ですよ、寄席の会場でして、落語をやるところ。そうなんです。歴史も結構古いんですけど、つい最近そのクラウドファンディングで結構こう同志を集めて再建されたばかりなんです。すげえ。古くはそのビートたけしさん、たけしさんだって、明石家さんまさんとかが若い時にここにその定期的に歴史ある。そんなところでいいんですか、ガズレレイベントやってなんと今年はその場所でガズレレイベント開催で、ぜひ皆さん来てもらいたいんですけど、あのね、11月11日ってこの1111弦が4本でガズレレの日ってことになってるじゃないですか。でだから日にちにが大事なんで、月曜日なんですよ、なんと月曜日なの。月曜日土平日なんだけど、まあ秋でね、行楽の秋といいますか、はい、ね、食欲の秋とか、まあ、そういうこともあって、皆さん今からまだちょっと時間あるから、はい、お仕事の調整、シフトの調整とか、部活の調整とかしていただいて、ぜひお越しください。はい、よろしくお願いします。でチケットだ、今回有料イベントなんですけど、はい、もうね、ものすごいことの内容盛りだくさんですから、つい先日大阪でタワーレコードさんでね、ガズレレのイベントが行われたんですけど、その時もやったんですけど、プロジェクターに楽譜をバンバン映して、もうガンガン歌っていくというのを一応ガーッとやってですね、あともう面白いこといっぱい、あと G ラボのウクレレもね、そこでバーッと展示したりとかも、すごい G ラボガズレレのとんでもない一日になること間違いなしでございます。で夜の時間帯なんですよね。そうです、はい、でチケット代は、4500円税込みということになっておるんですけど、もうなんと、チケットの販売がスタートになります。はい、ここの概要欄に、そこのご案内のページを貼っとくんで、ぜひチェックしてもらいたいです。はい、はい、そういうことで場所のご案内もしております。そう、ここの場所がで、この後ね、このご案内の後にちょっとすぐそこにね、この大須ってね、どういうとこですか。まあですね、その大須観音という、お寺、寺院がありまして、でそちらの参道として、古くから栄えてる道ではあるんですけど、商店街がバーッとあってですね、そこに東京でいうとどこみたいな。いやー、なんか僕浅草とか原宿とか中野とか古着とかも結構若者のカオスな感じで食べ歩きもすごいできるんです。でこの後ちょっとね、その辺紹介しようと思うんで、このその日はですね、月曜日11月11日はもう昼間から来てもらって、散々街歩きしてもらって、最後ここに来てもらう、こんな流れがいいかなというふうに思います。はい、いやー楽しみ。はい、11月11日結構まだありますからね、まだあります。なんとかこう調整していただいて日程の方を、ぜひ皆さんお待ちしてますから、ウクレレ持ってですね、日本中から集まってください、お願いします。はい、じゃあちょっと街歩きに出かけましょうか。はい、そしてこれ見てください、大須演芸場って書いてあるでしょ。ここ曲がるとこっちに今撮ったところがあるんですけど、こっちくるっと回るとそっち大須観音通りって書いてあって、そこのところに大須観音とその観音様があるっていうんですよね。そこに今から行こうと思います。今ね、この大須観音通りっていうところにいるんですけども、見てすごい商店街ですよ。もう食べ歩きもできるようになってたり、なんかほらここにたい焼き屋さんがあったり、もうここヤバトンですよ、有名なヤバトン。ヤバトンでもなんか食べ歩きできるんだけど、いろいろある。でこういう商店街がもうすごいね、長いんですよね、あちこちにあって。でこっちちょっと向いてもらうと、はい、ここが大須観音、ここが大須観音です。行ってみましょう。青山さんは来たことあるんですか。ここはありません。中で多分中を撮影できないからね。すごいよ建物、すごいめちゃくちゃ立派。ここが一応メインですか、観光で言ったらね。そうですね、ここ軸に、あ、駅が駅近いんだ。あ、そこがすぐ駅だ。駅から降りてからこうまっすぐ出てくる。こっちはもうその商店街が、商店街があっちに商店街なんでね、すごいことになってますけど、はい、ここにまず来なきゃ始まんないってやつですよね。そうですね、ここから皆さん始めてくださいな、はい、ツアーは。でこっち行ったら食べ歩きだとか、もうなんだ、なんか昭和のグッズとかさ、あの古着とか、なんかもう食べ物もね、もう世界中のなんか
なんかバインミーとかフォーとか、うん、なんだケバブ屋さんとかもうカオスなんですよ。あとフレンチイタリアもあったし、なんか食べ歩きも楽しいと思います、うん、おしゃれなカフェがあって。そうそう、でもストレートなあの味噌カツとか、味噌カツ、あ、そう、味噌カツヤマトン食べ歩きバージョンもありますよね。そうそうそう。で、あのちょっとこれから僕たちここ見ていこうと思うんですけど、あの今日の最終地点はみたらし団子、有名なのがあるんですよね。僕の大好きなんでみたらし団子屋までちょっとこれから行って食べようと思います。すごい鳩が壁に上手に、これが名物なんかスポットなんでしょ、ここが。そこに鳩の餌の販売所があるそう、それを分かって。すごいね、大須賀の名物、崖に泊まる鳩。鳩に餌をあげるとね、すごいすごい体験ができるそうですよ。上手だね。いろいろやっぱりね、あっちに稲荷神社もあって、なんか結構カオスですよ、いろいろ。で、ここが、ここ稲荷屋さんの、で、こっちに行くと、こっちに行くとそのみたらし団子屋さんが、そう、もう提灯がね、あんまり並んでないぞ。いつもすごい並んでんですよ。今日は並んでない、俺が行くから。ちなみに前回ね、ゴールデンウィークに来た時はこの辺まで並んでました。でも11月11日は月曜日だから大丈夫だ。そうだと思う。さっきここでお茶飲みました。イベント当日も月曜日で、今日は撮影日も月曜日で、イベント当日も月曜日なんだ。こんな感じだから、街歩きしやすいです。ここで団子を買います。すごい、団子を買います。あとみたらし団子。じゃあすごい、やったー、やっと食べれる。300円。はい、1本100円、いいですね。じゃあいいですか。はい、300円。わあ、いい香りね。もうすごい歴史があるんですよね。50年。すごい。すごいじゃないですか。いい香り、醤油が焦げる。新参者ですか。ここではね。ここのうなぎ屋さんとか100年。さっきこの角っこのとこの。うなぎ屋さん100年だって。夏は大変ですね、暑くて。本当に。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。いやー、すごい。乾杯。乾杯。さあ、ちょっと街歩きして、食べましょう。食べるよ。うまい。うまい？焦げ味が。へぇ。焦げ味がやばいです。いや、すごい、ね、お父さんも。やばかい。めっちゃ美味しい。すごいね、団子を食べる美女2人。なんかもちもちっていうよりは割とさらっと、しかもこの味付けが素晴らしい、あの焦げがやっぱり、うん、皆さんここの団子屋さん来た方がいい。香ばしい。はい、そういうことでですね、ちょっとプチ紹介したんですけど、こっちも見てよ、 あんな方までもういっぱい商店街の地域で、なんかこんな感じですよ。もう見てんだろうけど、これよりもね、コースっていうか、もうかなりカオスです、カオス。だから1日潰れますね、時間は1日潰れる。なんで、ぜひあの大須の街ブラも楽しみながら、最後はガズレレイベントで締めていきましょう。11月11日、皆さん待ってますよ。何時からだっけ。19時開演です。だから6時、うん、そうですね。詳しくは概要欄の詳細チェックしてください。待ってますからね、ウクレレ持って、大須に11月11日は集まれ。バイバイ。